じゃあ先を見るについて教えてください。はいはい、結構ですよ。私はまあご挨拶なしでいきましょうね。ご質問がもうあったから、先を見るってしょっちゅう言ってると思う。それで私はいつも先を見てるの。そのことね、皆さんお言葉で聞くとね、多分ね理解してないと思う。私が先を見る、やってみるとこうですよね。こう先を見る、何度もやってます、先を見る。で、私は確かに目は先を見てるんだけれども、目は見てる先を私は感じてるんじゃないんですね。特に先を見るという時はね、こういうことですね。いいことばっかり起きてたら、当然先を見るんだけど、いいこといいことっていうわけでしょ。私も嬉しいですよね、いいこと見て起きてると。まあ嬉しい。いいことの真ん中にいればいい。と嫌なこと起きた時にね、これ具体例があった方がいいと思うんだけれどもね。まあ例えば私治療師だから、治療の話でいきましょうとね。大変な電話、たった今も電話かかってきたんでね、これに例に挙げましょうね。福田先生ね、末期がんになっちゃって転院してね、大変だって言うんですね。私すぐ先を見るの。何言ってるかというとね、今電話かかってきてるから、その本人はここにいない、100キロ200キロ300キロ離れて電話されてるんでしょうね。まあ私のことよく知ってる方だから先を見るという方法、言葉を言うかもしれないけれども、私の言ってるのはね、形としてはそう、電話かかってきてもね、先見るの。これね、いいことが起きてるんだ、これからいいことが起きるぞ、ということですよ。そのいいことを見てるの。だから今皆さんを見てますから、この皆さんを見て先を見るっていうのを私はできないんです。どうしても先を見る、もうこの方にお役に立つ、お電話の方にお役に立つ、いっぱいのことがある。嬉しいね。じゃあその先を見るっていうことは、いいことが起こることを期待して、それが起きることを信頼することですか？これもいいご質問ですね。録音されたかね、質問の方も。これね、ある意味で全然違うんだね。いいことが起きるじゃなくて、もう起きてるという感じなんですね。先を見る。ほら、いいことが起きるんじゃないかというと、今起きてないじゃないですか。そうじゃなくて、起きた、嬉しい、で先を見る。もういいことが起きちゃったから嬉しいと、こういう感じなんですね。先を見るって言ってんのはね、要するに先にいいことがもうすでに起きてるから先を見るということです。これ簡単に言うとね、皆さん実験しちゃった方がいいんだけれども、でいつも言ってますね、実験するのにね、一番簡単な方法を使うわけですよ。まあ普通は皆さんの手を拝見するんですけども、手を拝見してね、手首とかね、手首の動きとか、指の動きをこう見て、凝ってるね、凝ってるとこあったら、ほら動きが悪い、よくこう動いてくれない。私今やってみせると、こうやってやってみるとね、こっちの手がね、こうやって行きにくいの。多分こっちの方は行きやすいと思うんだけど、こっち行きにくい。すぐ先見んの。面白いね。もういいこといっぱい起きた。もう今このね、録画しながらね、私の手が動かなかった。これ面白い。でもう先を見ちゃったんで、実は動くんです、これ。こっちの手の方が動かない。こっち簡単に動く。これを取るっていうのも、私これなんか取るもんじゃないと思うんだけどね。緩みを感じたら凝りなんかすぐ取れる。これも今ちょっと の様子でやってみると、こうやってやってみるとね、私普通はこっち肩動き悪いんだけど、こっちの肩動きにくいんですよ。録画しようと思ってるんで、右肩が凝ったのかもしれない。で実はそんなことどうでもいいの。こっち動きにくかったらね、動き方を動きやすいっていうものをこう感じればいいですよね。例えばこっちの手が軽いもんだから、こっちの肩を動かせばいいわけですよ。よく動いてるな、動いてる、すごいよく動いてる。でこっちの肩ほら動くようになった。凝りない。あ、今ねカチンって言った。聞こえた？カチンって言った。ここら辺のが要するに骨のところが筋肉硬かったんで、先を見ちゃったから筋肉柔らかくなっちゃったんで、骨がコチンって言ったんですよ。
もしかしたら録音に入ってるかもしれない。骨がコチンって言ったの。というぐらいなもんで、だから、まあ私の治療っていうかね、調律って最近言ってるんだけど、調律するっていうのは、治すということなんだけども、ものすごく簡単なことだね。今、がんの患者さんと電話でお話ししてたんですね。まあ、これも、がんの患者さんのお話なので、かなり重篤なということで私に電話かかってきたんだと思うんですけどね。こういった時もそうですね、先を見るというのをやるわけですよね。もうたった今、その方ね、本当に元気にしてる、嬉しいな、ですよ。これを見て、だから嬉しいな、喜んでるんです。で、がっかりしてるんじゃなくて、喜んでると、こういう感じですね。はいはいはい、ちょっとご質問があるみたい。じゃあそれは、いいことが起きている先を感じるっていうことですか？いいことが起きてるっていうのはね、具体例があった方がいいんだけれども、先ほどのコリでいくとね、コリがありますよって聞かれたら、私すぐ先見るの。もういいこといっぱい起きてる。要するに、このコリはもう、なくなっちゃってる。なくなっちゃってるっていうのはまた語弊があるんだけど、コリがない状態を見てるの。で、先ほどのがんの患者さんで言いますとね、例えば肝臓がんで、肝臓にね、どうのこうの、どうのこうのって言うでしょ。私が先を見るときには、その先を見てるんですね。肝臓が今どうなってるかじゃなくて、肝臓が元気で働いている。この方ね、食べるものが美味しくて、元気にしてらして、そして、楽しく生きてるな、そこまで見るんだけれども、これね、言葉にしたら多分10秒ぐらいかかったかもしれない。でも一瞬で見る。慣れ。一瞬で見る。先を見る。うわ、この方元気にしてるんだ。ありがたいね。これが先を見る、なんですよ。その見るっていうのは、目で見るのか、それ感じるのか。体で見る。見るってね、いろいろな字があるんです、実は。目で見る、見るがあるけど、診察するときに、お体拝見しましょうか、拝見っていう言葉を使ったけど、見るなんですね。で、さらに、細かいところまで見るという、観察の見るっていうのもあるわけですよね。だから、見るもいっぱいあって、私は、感じるってね、肉体で感じて、肉体の感じを見るというやり方もあるんですよ。どんな感じかなって言って見る。例えば今、こんな格好したもんだから、ここにコリがあるの分かった。コリがあるの。コリってどんな感じかなって、ほら、見てる。これは診察の冊の方だけど、診察の冊の方かもしれない。警察の冊。深く見る。深く見る。ここ深く見る。ちょっと見るんじゃない。ちょっとこう感じる見る。見たわよっていう。その分かった。そのこと分かったわよっていうのを見たっていうでしょうからね。そういう見るがあると思うね。それで観察の観音様の観、こういう見るもある。だから、先を見るっていうのは全部含めているので、もう今もいいご質問だと思う。もうある意味で最高のご質問いただいたかな。だから私見ると言ったとき、目で見る。体で見る、心で見る、それから感じて見る、神経で見てる、感じて見る、さらに、もう一言言うと、神の目で見ている、神の目で見ている、というのを全部ひっくるめてね、見ると言ってんの。だから、これからもうこの話したんで、私の見るを言った時にね、こう触ってみる。これ目で見てるんじゃないですよね。触ってみる。それから、物事うまくいかなかったら、俺、どこ悪いのかなって言って、こう、いろいろ、ね、物質的なことの悪さ、掃除機が悪くなったよって言ったら、掃除機を調べてみる。これ、目で見るんじゃないですよね。いろんな見方があると、これね、いいご質問ですよね。で、私はそれをひっくるめて見ると言ってるの。だから、いちいちどれと言うんじゃなくて、日本語うまくできてて、それで全部終わっちゃうんですけどね。
調べてみるなんていうのもそうですね。それで特に今度の本で強調しているのは、ドラモンド先生の影響を受けてね、調律ということをお話がメインになってくるんですけど、だから調律してのものもそれで見るですよね。で、また夢の話が絡んでくるんでね、夢というのはね、夢を見るというですよ。これね、目で見るわけじゃないので、夢を見るという時に私ひらがなを使ってます。目で見る時は見る、という普通に見るという目にね、下にこんなのがついてるやつを使うんだけれど、夢を見るという時は見ると書いてますね。夢は目で見てるわけじゃないから、意識で見てるからね。信頼感っていうのがそうだけども、信頼感の感もそうだし、一体感もそうですね、広がり、それから存在感、これもそうだけれども、感じるって書くでしょ、あれも見るとは読まないけれども、感じなんですよ。手、今どんな感じかなって言って、手の凝りを今見てるんだけども、こうやって触ってみるというのもね、見るになるんです。今言いましたね、触ってみるって言いましたね。触ってこの肉体の状況を感じてみる。感っていう字は観察の観なので、これも見るですよね。ですから、一番最初のこの話をする原因になったのがね、私のそのこれを英訳する時に、見るって福田先生何って、 ルックじゃないし、 C ではないんですね。 SEE ではないんですね。私にってのは、英語で言うといっぱい言葉があるので、英語にすると、オブザーブなんてのもすごいかもしれないね。広がりを見るというような感じ。これ目で見るっていうか、広がりをこう感じているっていう感じになるんですね。じゃあそれは全身で感じるという感じですかね。なるほど。これも今のご質問ですね。私、見るいっぱい言ったけれども、触ってみるという時は触覚で見てますね。で、遠くを見るっていう時は視覚で見てますね。それから、聞いてみるっていう時は、こう聴覚で聞いてみてますね。ですから、それで、匂いを嗅いでみるもそうですね。だから、どこで見てるのって言われるとね、その都度違うかな。患者さんとかね、あるいはこう、面会の方に初めてお会いする時もそうですけど、私はかなりの深いところまで見てます。専門家ですから。その時にね、どこで見てるのって言われると、ちょっと答えられない。あっさり言うとね、例えば視覚で見てる。どんな歩き方してるのかな。それから、こう見て、私今自分のあれを見てないんだけれども、こんな具合に洋服がなってますよね。多分ね、私のこっちの見え方が上がってんですよ。こうなってる。だから、患者さん見るときも、今ここにいらっしゃるのでね、見るときも、シワを見るの。お洋服のシワ見て、この人今こういう感じでいるんだ、というのを感じるんだよね。だから、目で見るんだけど、目で見ながら、例えばこちらの方今ちらりと見たらね、かなり緊張してるな、これからの対応をね、どうしようかと感じてるんだな、それからさらに言うと、今自分がうまくいってるかなっていうのをね、感じてるんですよ。うまくやってるかな、今その格好してみせますからね、こんな感じなんです。ほら、見て、これシワが寄るでしょ。それで、目がこんな感じになるんですよね。うつろな目、考えてる方の目、こういう感じ。だから、私は、要するにそこまで見てるかな。私は人を見る専門家です。だからね、ある意味で怖いんですよね。私は、死のうとしてる人がわかるんですよ。この人、肺がんで、死ぬ気でいるな。さらに言うとね、その方からのイメージはこうなるの。はい、福田先生、もう治さないでいいです。直さないでいいです。と、体は言ってくれてるの。私、それ見える。ところが、言葉ではね、福田先生、なんとか直してくださいよとおっしゃるんですよ。でも、私には見えてるんだよね。これ、皆さん、その見る、今日お話しした、とってもすごいことをお話ししたと思うんだけど、こ
この見るというのにね、真剣になって取り組むと人生面白いよ。